識があるとは聞いてるんですが、日本のヤクザとイタリアのマフィアの違いは、看板をかけるかかけられないかぐらいの差があって、あとほとんど同じだと思うんです。あと東京はのヤクザが外と、まあ、お三方のみんなそうですけど、シミュレーションをやるのは間違いなくて、動く前にはちゃんとシミュレーションしてから動くというのが普通なんだけれども、その、あるっていうか、ガードを破って来る人が思いついた。まあ、本来は私、映画の中では、エンターテインメントに徹しているんで、わりかし、大阪の方が強く描いていますけれども、まあ、警察と、ヤクザの関係というのは、世界共通ではないんだし、特に日本は最近警察の不祥事がすごい多くて、その情けない犯罪が多いというのは、ちょっと、逆に何やってんだろうなと、素人みたいな犯罪を警察官がやってるというのが実情ですけども、まあ、映画の中で描かれていることはかなりシンプルに言ってるけれども、大体相変わらずやらない方は、いろいろプレゼンテーションの段階でしてまだこれから交渉して決めていく、早くてもトロントの映画祭この辺が準備されることになってますけど、基本的な、ビジネストークはおそらくそちらに舞台を移して、決められることになるというふうに判断しています。今の時点ではどこというふうに、あるいは時期も含めて決定はしておりません。うちの周りはヤクザばっかりだったんで、よく声かけられましたけども、最近はちゃんとっていうか、日本の法律で、暴力団人法というのができて、そういう人と接触をしないようにという厳しいお達しがあるんで、なかなかどんなことをやってるのか調べるのが大変になりましたが、まあ、逆に言えば、一切そういうことがなくなったっていうか、昔は、あれは、我々の世界はちゃんと描いてないって言われたこともあったし、よく分かってるなって言った人もいるし、まあそれは人それぞれだけれども、最近はそういう人との接触を一体しないようにということで、何も向こうも言ってこない。もうそんなに現実とは離れてないと思うんだけど、映画の中で日本ヤクザ独特の言葉がいっぱい出てくるんで、それをどうそのヨーロッパの人にその言葉をどう訳したのかよくわからないんだけれども、大変結構忍びとか兄弟の杯とかそういう意味がちょっと、日本語だとわかるんだけれども、どうせ刑務所を寄せばっていったり、それを主張っていうか独特の言葉があるんだけど、それをそのまま要するにわびさんとか言って訳せないっていうのは本当なんだけども、どうしても説明できなくてもかも。だからちょっとスーパーのあれでちょっと違うかなっていう感じしたかも。では日本語でやってるんだから違和感は。1本目が結構職業業者で評判になってしまって、映画のストーリーよりも、あの時の歯医者のシーンがすごかったとか、車で首に縄つけてドンと行ったのがすごかったとか、どっかしばらくで、どうも印象がそっちだけしか残ってないのかなと思って、まあ、ちょっと今回は戦う意味では拳銃の打ち合いもあるけど、本当は。言葉の漫才をやってたんで、言葉の戦いみたいな、罵り合いっていうのを重点的にやりたいなって、大阪弁と東京の言葉と、東京弁と喧嘩するっていうのが、まあ、一つのテーマでもあったんですけども、ね、まあ、
その分だけ暴力業者にはあまり痛くないようにした。しかもあんまり突き詰めていくと大変なことになりやめたけれど、子供は基本的には自分の首がなくなって自分の刑務所に入るわけだから、リタイアすることを考えるんだけれども、結局、刑事とか、昔の判明だった人とか、いろいろなものに、ヤクザとして対応していくと、義理とか人情とか、まあ、そういうことで、ヤクザなりの義理ができてきて、こういうことになったという感じと、やっぱり古いタイプのヤクザ、古いタイプのヤクザという義理のような、設定はしたつもりだけど、それだけだと映画のストーリーがあまり見えない。まあ、大体、裏切られた男がどう動くかというようなこともあるし、まあ、大体その考えられる設定はしたと思う。